お疲れ様です。ということで今日はですね、新環境になりましてね、ちょっといろんなデッキが帰ってきましたので、そちらの中でも結構おもろいデッキをね、はい、今日はやっていきたいと思います。こちらババコヤ親衛隊小物大量デッキですね。はい、ということで物量デッキ、まあ親衛隊ロイフクみたいな感じの、まあ親衛隊ラムの、小物がすげえ入ってるやつですね。まあこれも一時期流行ってたやつなんですけども、型も何も買ってないですね。全く一緒ですね。まあとりあえずね、やっていきたいと思います。マジ小屋置いて、なんだ、後ろからアーチャーとかギャングとか、あのセパして、こう両サイドからね、大量に出しつつ端前親衛隊みたいな、まあ、別に後ろ親衛隊からのとりあえずギャングセパーチャーセパーみたいな、まあ、そんなのでもいいんですけど、まあ、そうすると気づいたら相手があれっつって、なんか止まんないねみたいなことになるのが、まあ、このデッキの強さですかね。はい、なのでやることはシンプルですね。一生両サイド攻めです。はい、片サイドとかではそんな概念はないので、まあ、とりあえずねセパっていきましょう。であとババカが肋骨になった分、まあ置いた時のね逆サイ対応とかもギャングとかアーチャーとかでいろいろできると思うんで、まあ、その辺もカバーしやすくなったんじゃないかなと思います。さあ来ました、よろしく。まあ、こういうデッキ僕めっちゃ好きなんでね。うん、でも昔のデッキとかも基本的に何でも保存するアプリがあるから、そう全部取ってるんでね、環境変わった時にこう昔の方の何があるかなっつってデッキ探して、あ、これもあったこれもあったみたいな、それがちょっと新環境になるとおもろいですね。さあウッドです。まあ、ウッド盾戦、まあ高回転ウッドのなんか守り硬い系とかポイズンもありますみたいなのがちょっと嫌になってきそうですけど、まあこのババコヤ3体でね圧かけてもらって、ババコヤちょっとファイボとかにね弱いんですけど、まあお、あの地区なんかしばけそうだな。だディガーもあると思うんですね。まあ延命してもどうせギャングが来る。アチクイ、アチクイ全然消えないっすね相手。さあ消えてきた。まあ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 、いやこれどうだろうな、なんかええ感じに刺さんねえかな。とりあえずセパ、あの固めません、固めるなんて概念ないです。まあ、相手が、なんだろうな、中型呪文ないとかだったら、ワンチャンですけど。まあ、これ一旦行ってみよう。一旦行ってから考えよう。これっすね。まあ、で、ここは、あの、迫撃砲に釣られないんで、このラム行くっすね。ウッドと、ウッド使ったので、このギャング追加とか、本当はね、吹き矢追加っていうのが強いんですけど、迫撃砲のエイム次第では、この、やられるかなと思って、今しなかったんですけど。これも強いですね。そのラムを追加からの逆サイギャングだったり、まあ、セパーウッド使ったらなんかどっちか追加みたいな、なんか勝ってるっすね今んとこ知らんけど今んとこ勝ってるっすね。さあ1500までいったらちょっと待ってよ、ファイバー何周あれっていう200な、しかもギャング優秀か、ディガー拾うのに。いや、ババアが漏れてる、ファイバー、ファイバー、どうするあれ。まあまあまあ無理はしたくねえよな。よし、大体右攻めてきてるから、あ、気持ち左に寄っちゃう。まあ、圧着位には5打っていいと思うな。あ、でもこれは、まあ、早速に右かな。で、やべえ、これめっちゃ微妙な5をした。あ、でも、左、え？なんか左が入ってんだけど。さ、右になんかプレッシャー与えたことで、知らんけど左に入って、これ呪文が来ます。はい。ですよね。さあ、466は5、2周なので勝ちましたね。っていうデッキです。意味わかんないでしょ。俺も今びっくりしてんだよ。なんでこんなダメージ入ってんのっていう。マジで。さあ、この辺、系ちょんちょんして、で、施設壊れるでしょっていうタイミングで、追加してあげて、よいしょ、中ユニット来んのか？はい、止まんない。強っ！まあでも結構ね、どうだろう、相性に左右されるデッキの一つではあると思うんですよ。そうそうそう、まあそれはしょうがないと思うんですけど、高回転じゃないんでね、そう高回転じゃないんでしょうがないと思うんですけど、まあなんかね、ウィザードとか相手が持ってたとしても、結局ウィザードってどっちかのサイドしかまあ攻撃できないわけじゃないですか。まあど真ん中に出されて両サイ受けとかされるとまあ結構厄介ですけど、言うてそのラムライダーのあの釜投げてるみたいな、あのなんかダメージあるじゃないですか。
なんでラムのダメージとファイボで処理だとかもこううまく狙ってできると、そういうなんだろうな、相手の奥底のマスケとかウィザードとかそういうユニットも処理できるんで、このラムプラスファイボで処理っていうのを覚えとった方がいいですね。まあ、あとは単純に相手がウィザードとか出した逆サイにねラム飛ばすっていう、そういうのもいいですね。さあヒースピコウモリはスパーキーとかかな。おーさあっていう話をしてたら来ましたねネクロ。とりあえずババコへ置きたいっすね。ロックスなってんだね。置き毒さあめちゃんこチンパン来た。エリポあんのかな。やべえ待って、これ殴られた、やばいマジで、うわやべえ。これ今ファイブったらマジもったいない感じです。ババコヤこれできるだけ3-3って出させたいですね。 3-3-1 になるならいいんですけど、3-1になるとやばいっすね。さあこれは守れるのでしょうか。相手の呪文次第なんですけど、いやレイジーとヤザップだったらマジで渋いな。まあ一旦行ってみるか。ヤザップじゃないことにかけて、いやでも結構ダメージ入るんですよね。まあ守れるかっていう。うわーそのヘリポンやば。そのヘリポンえぐいな。守ります、耐えます。もうユニット貯めて、いやダメだったらもう無理です。でもザップだけの可能性が結構あるんで、そしたらアーチャー、フキア、ギャングとかもこの低め低めで早く生まれて。マジでこれさ、思ってる、危ねえ、思ってる以上に生まれないっすね。さあまあタルファイブでネクロ処理して、いやーこのエリポン置いてくるの安っすねマジ。まあ、やっぱザップしかないですね一旦。対戦ネクロもタルファイブ徹底ですね。耐えて耐えて耐えてしまえばみたいなところはあると思うんですけど、結構難しい流れっすね。やべえ吹き合いかれたのこれやばいっすね。ちょっとやべ、終わる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 。さあまあこれきついな、なんかきついな、なんかエリポン渋かったっすね。まあ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 こういうこともあるが、耐えきれればね、耐えきれればワンチャンありましたけど、相手もしっかりファイブ使ったらエリポン徹底してたのはまあしゃあないですね。はい、両サイねマジで。なんかでも形組むだけダメージやっぱ入ってたんでね、そう決まれば簡単。さあよろしく。まあ一旦ババコヤからね。なんかクエイクデッキもちょっと減ったっすね。クエイクホグババコヤがでも増えたら増えんのかな、またそんな見ないから。ババコヤもまだ置ける、三三出してほしい。おーさあダクプリ、なんかダクプリ多いっすね、たまたまなのかババコヤがいるからなのかわかんないけど、まあこれはいいでしょう。まあ暇だなマジで。プリプリプリゴルナイエレキ、いやこれ珍しいっすよね。ちょっと何のデッキか分かんないっすね。まあゴレかな、神技かドリルかみたいな。さあとりあえずマサネクは許しまへん。まあゴブドリか、まあ工場入ってるかどっちかっすね。
なんかギャングってでもいいですね。安心安全の陸受けになる。ディガーも拾えるし、ドリルも拾えるし、トレードセパもできるし、なんかギャングの安心感がめっちゃある。あっちゃごめん。お、生きるんかい。さあ相手もでものんびり来てるっすね。なんかやだな、こののんびり対決は。何もなかったのでシャアなし許容で。エレキ一発、うわでかい。さ今の一発はでかい。でこのババコエに対してのムートとダクリが嫌ですけど、まあなんかとりあえず適当にやっていくか。俺のターンです。さあセパして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 、適当にラム追加でウッド系使ったらみたいな感じですね。でまあこれは突進受けたくないんで、さあマザネクにはもう即ゴルナイ強っ。えちょ待ってましょ、もうゴルナイ、あここでギャング追加本当はしたかったっすね。なんで今からでも間に合う、間に合わねえな、これ逆サイでよかった。さあウッド使ったら、まあタルウ使ったらギャング追加っていうのはね、ちょっと頭に置いてやっていきたい。さあ小屋置いて、あムーとゴルナイいると守られちゃうっすね、思ってる以上に。さあまあ5打つ、タル来たら延命します。こっちに行ってもいい。前で鮮明してあげて、まあ特別いいわけではないけど特別悪いわけでもないって感じですね。今相手は呪文がないので、これ強いぞ。いやーマジでゴルナイハゲてる、ゴルナイハゲてるがこれうざいぞ、両サイ絶対うざいぞ。でタル使ったからフキアに絶対対応してくる。タル使ってんのギャング追加っすね。いやマジでゴルナイ、あー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 やりすぎやりすぎ、マジ。さあ耐えてタイブレイクで勝ちたい。もう吹き矢で、やべえ。タイボ持ってたっすね、しかも。やべえやべえ、あーあきつい、きつい、きついねんな。なんかこんな、こんなのは嫌ですね。まあなんか勝ってるときはね、気づいたら勝ってるし、負けてるときはなんか負けてるなみたいな、そういうやつさ、よろしく。さあ初手ホグはずるいっすね。俺がだってトルネード持ってたら相手負けっすからね。さあ26とかも強そうだけどな、今期ババコヤに対して5でめっちゃアド取れる。さあ26きついぞこれ。まあ大砲が来る、ウッドマン早いなあれ。あれ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 、相手ウッドなんか、
相手のウッドが悪いのか、それとも俺のギャングが優秀だったのか、なんかすり抜けたっすね。はい、ってことでウッド追加したからっつって、ユニットをね、ギャング吹き矢ですね。なんか吹き矢はまあ真ん中ら辺出しておけばいいんですけど、相手がウッド使ったら同サイドギャング追加とかめっちゃ強いっすね、マジで。さあ気づけば勝ちました。よいしょ。まあ、ギャングセッパでももちろん強いんですけどね。さあどっちかのゴブリンとエリゴブリンが残るんだよっていう仕組みのデッキです。はい、勝てるときすごいすんなり勝てるっすね。負けるときはなんかもうすんなりね、あー無理だっつってなります。まあまあまあ、まあ、悪くはないっすね。悪くはない。さああら、この人昨日かなんかもマルチ当たった気がすんな。動画に、俺の動画に出演してた気がする。さあまあバレルはタルー。あでなんかコメント欄とか、まあ、Twitter とかでもだし、なんかよくあるのが聞かれるんですけど、ゴブリンバレルの飛んでくる位置の見分け方があまり分かんないですみたいな、よく聞かれるんですけど、あアウプリかめんどくせえ。ゴブリンバレルなーと思って、何なんだろう、なんか影の位置とはよく言われてるんですけど、見分け方っすね。定位置なのか横にずれてんのかみたいな、分かんないですよ。でも俺も別になんで分かるんだろうって感じなんですけど、なんか知らんけど分かるんですよ。なんだろう、なんかコメント欄でいい案があれば、ここを見とけばゴブリンバレルは判断できるよみたいなのがあれば、ぜひちょっとコメントにね書いといてほしいな。なんか影の位置とは言われてるっすね。でもなんかなんとなくすぎてあなんとなくできるなみたいな、なんだろうね、どこを見てんだろう、なんかこの辺通ってたらみたいな、あ左あそう、まあでも影見てるっすね。確かに今影見てたっすね。影の位置、樽の本体じゃなくて、おおヤンキープリンス、影の位置が左目だったら左だし、右目だったら右だしみたいな、そんなシンプルなのかな。さあマジ吹き矢やめて、強いって。吹き矢とかプリンみたいなね、この遠距離系もすごい安っすね、僕からしたら。まあ、左は許容できる。縛るなよ。さあゆっくり行こうか。やばい、えぐいのが来たっすね。さあこれちょっと、まあ、ラム右も良さそうだけど、左に行くとこのプリンセスを処理してくれないかな。いやープリンセス処理してほしかったね今。さあとりあえずセパしてセパして、いやー遠距離強え。あのまずプリンと吹き矢レベチで強いっすよ。これ連盟してきたらちょっと安そうな感じ。ああされないのめっちゃでかいっすね。さあまあロケもあるので気をつけて。あちゃごめん。まあちょっと時を待とうか。大きいな。でけえ。あれなんで。さあこれはチャンスタイムじゃないか。いっぱい使ってると思う。ロケのコストが間に合うが、親衛隊が入ってラムが一発惜しいな。よしよし、やうっぷり戦えるぞ。こっちにしとこう、内側
なんでわかるんだろうねこれ。なんでわかんのってなるとマジむずいんだけど、わかるっすよね。まあ守れば勝ちなのか。ロケ削りしてこないのか。一生貯めてるユニット、さあ一旦行ってプリンを掃除したい。これでさあ呪文削り、さあ相手がロケ削りをしてこないので耐えて勝てそう。オゲイ、さあ危ないですね、危ないですけども気づけばダメージが通ってました。何が刺さったんだ、アーチャーか、親衛隊の中に紛れた可愛い一匹姫様アーチャーさんが殴ってましたね。さあ6級です。だから今地味60位っていうこのエリゴレとババコヤ親衛隊で稼いだトロがね結構上位帯に来てる。さあこの方はクロスムートハンターウッド、なんか変態クロスみたいな人じゃないかな、俺の記憶が正しければ。マジで陸ゴリゴリだったイメージがあるんですけど、吹き矢がいる、吹き矢クロスみたいな。え、ただの枯渇。じゃあ多分クロス使いなんですよこの人。ああ全然クロスでしたね。いやこのラム真っ向正面から行ってクロスを壊しに行ってもよかった。ロセットで終わっちゃうな確か。さあキアクロス、ハンターとかムートとかをねよく使ってるイメージがあるんですけど、まあクロスはクロスのダメージはぶっちゃけそんな通んないんですよ。そうだからこうやってフキアとかで稼いでいくですね。まああとはロケ削りっすね。クロスで削られるってよりかは完全にもうロケで削られるっていうか、吹き矢ギャングのクロスになってる。すげえ、俺枯渇デッキだぜみたいな見た目してるけど全然違うかな。さあこの吹き矢にはロケットさんが来ないのは救い。さあ小屋置いて、はい、さあうまい人はこの延命が嫌ですね。でも結構壊したのか、あれは削れてる方っすね。さあこれ2倍タイム入る前になんならアチャ親衛隊でバチコリ決めたかったみたいなところもあるけど、さあどうでしょうか。ずっと雑いな相手、ウッド雑相手は大好きなんでね。いやウッド回るっすね、どうも回転早いんだよね。いやーこれでダメージ通せないのめっちゃきついっすね。普通にギャングきついわ。さああれ、うちのアーチャーペッポッコか。さあマジで鉄壁すぎるロケがマジでやだよ。そろそろロケ削りしてこないのかな。相手一応ババコヤは延命したいんだよなっていう。おっと使った。テスラもあったっすからね一応。おいやー強いギャングが
いや今のファイブはやったか。吹き矢のダメージで負けそう。この吹き矢が入ってくれればな。やばナイトギャング。いやめっちゃいい。ナイトアイスピ、あー無理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 、こんな勝てるわけないですさあそういうデッキです。さあよろしく、まあ、マジ高回転ウッドじゃない限りはなんか何とでもなりそうな気はする。さあボンバーです。珍しい、まあエレジャイぐらいにしか入んないですよね今。マジでエレジャイっぽいですね。エレジャイはこれもう勝てそうじゃない見る限り。やばいやばいやばい、何これ天才おちんぱん来てる。お願いマジでこれ突破される。えやばいやばい、マジオチンパン来た。やばい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 、やばいけどギリ耐えたっすね。ヤナアメ、さヤナアメゴレか、エレジェじゃなくてゴーレムの方でしたね。いや怖っ、ランバーエリババのヤナアメなので、まあまあまあ守ればね、守れば勝ちです。さえ守れば、守れなければ負けです。いやこれババがさ、いや意外とこれゴーレム溶かしてくれない事件か。今ぐらいに2体出てたっすよね前だったら。まあさあまあ矢の雨を警戒してしっかり、おい、オイラはザップもあるんだよっていうザップギターっすね、さっき。くー、まあ粘りか。いやボンバー安っすね、マジ。これ一旦ケツラムしてエリババを使わせようかな、俺に。絶対使うと思うんで、まあそれを適当に回収して、おー、てかザップ使ったから入んのか、熱っ。いやボンバーにねあれは使えねえよな。さあ捨ててくる。さあタルファイブ最強、いやー耐えたかった、正直正直これは残ってほしかったな。えぐい、えぐいよ、誰か助けて。めっちゃ後ろから話してくるさ。ただババがいるのはいい。おわすげえ、いやいいよ、でもいやババリン頑張ってるよ。お吹きはお前天才か、やばい吹きはもうちょっと天才になってほしかったな。相手ボンバーも使ってるんでこれ絶対キングっすね。
セラメも使ってエリババじゃなきゃ止まらないのでエリババが来るでしょで5打ってうりーさゴーレム芝居ていく。しかも柳雨型だったんでトルネとかだったらねアーチャーもフキャンもまあどっちか残りやすいんでね、ヤザに勝てるのは熱い。さあというわけでこちらのね新兵隊ババクラの小物大量とりあえずセパしておきましょう。デッキいやマジ結構ねなんだろうな普通に強い評価されてるんですよ。そうなんでちょっと皆さんもね一回使ってみてください。チャンピオンも入ってなくてね使いやすいと思います。よければチャンネル登録高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした。またね。